はい、どうもみさん、こちらのぼりです。今日も全キャラ1マリオカートやっていきます。というわけで1コース目は動物の森秋でございますね。キャラクターは前回に引き続きミー軽量級でございます。いやー、ここまで、長いことやってきた全キャラ1企画ですけども、もうあと残り軽量級ミー、中量級ミー、重量級ミーの3体を残すのみとなりました。おそらくね、この動画で終わらせれると思っておりますんで、皆さんどうぞよろしくお願いします。というわけで、一旦前逃げしていくか。ちょっとあんまり前逃げしたくないけどね、ここのステージな。まあ、ベルも一旦使っちゃおうかね。使っちゃって、このケツつけちゃって、なんなら。コインだけ回収しつつ、4枚取って、ここのダブルは割っていこうか。OK、割れて。いいのが出たけど、これは一旦あいつ前走らせとくのもありな気はするけど、まあ前投げして、これは投げられそうだから、ああ投げなかったか、ああトゲきたね。そしたらちょっと外側から行きつつ、一番イン走ってればとりあえず大丈夫だね。オッケー、おお、あいつワンチャン避ける可能性あったぞまあまあまあ、とりあえずはトゲは受けてもらったんだけど、トゲ早かったからな。まだワンチャンもう一個ぐらい来そうだけど、ちょっと動物の森の BGM が良すぎて今一瞬聞き惚れてたわ。ちょっと動物の森もやりたいな。なんか新作というか、なんかアップデートかなんか来てくんねえかなとか言ってたら、なんかちょっと盗まれちゃったけど、まあとにかく前逃げだね、ここ。いやでも結構逃げれてるからな。まあ頑張ってこのまま前逃げを続けていきたいところではあるけども、あーキノコいいとこにあんねー。なんかすごいかいいアイテム引いてないこれこれは俺に勝てと言っているな。この動画で終わらせろと言っている。ちょっと待てよ、マジで慎重に行け。とにかくまあこのケツにつけた赤はずっとほじっていきながら、後ろがね、でも結構離してたからいいアイテム引いてそうなんだね。やっぱショート化してるね。あー、そしたらワンチャンここで後ろ投げしてもよかったのかもしれないけど、後ろが何持ってるか、キノコだね。これ捨ててあいつに OK 食らわせた。 OK 完璧だね。よし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 、いいスタートだぞ。今のバックスな、マジ天才だったでしょ完璧。さあ続いてのコースはローマアバンティ、キャラクターは中量級ミーに変えてきましたというわけで、中量級ミーに変えるためにちょっと数値いじったりしたんで、部屋が変わっておりますというわけで、ローマアバンティ、ちょ待って、でかすぎるだろお前。ここあれじゃない、オンラインというかあれだね、公開マッチで走るの初めてな気がするけども、軽く練習はしたんで、ちょっと待って、押さないでくれ。ここもいっ思いっきりイン入力しちゃってよくって、オッケー。で、ここはコイン取りつつ、一回、後ろつけとくか、ケツ。ただ、上手い人の走りとかを見てないから、本当は知らない、俺が知らない要素がありそうな気もするんだよな。なんか、ニスク、ここできるよ、みたいなのがありそうで怖いけども、まあ、それも知らないような人たちが多分多いだろうから、そんなに心配はいらない。あー、ジャンプアクションさせてくれないんだ、それ。そういう風な処理になるんだ。初めて知った。こっからどうしようか、いやー、ダブル割りたいんだけど、ダブル割りに行く？あいつ行かないか。おーっと、俺だけダブル割れてるね。前はダブル割れてないぞ、これ。地味に強いけど、どうしようか。このコインとか使った方が良かったなー。コインじゃねえ、キノコとか。なんとも言えないね、これ。とりあえずそこのコイン欲しいけど、1枚しかもらえねえか。いやー、まあしょうがない。ここは一旦2割できる最後のチャンスだろうから、ここで、コイン使って、ちょっと待って、全然ジャンプアクション出ねえ。ジャンプアクション出てくれ。OK、出てくれた。で、コイン欲しいけど、もらえないよね。ちょっと一旦諦めつつ、ここは使っちゃおうか。使っちゃって、何が出るかなって感じだけど、一旦ケツはつけておこう。ちょっと待って、ぶつかっちゃったし、なんかそんな風だったっけ？もう覚えてねえ。久しぶりに走るから、ちょっと。いや、マジか。これ、コイン復帰じゃない、キノコ復帰してって。いや、でもまだ前くらいつけてはいるけど、いやー、待って、ポリン、本当に、ポリン先生、ポリン先生じゃない。ポリン師匠、ちょっと待ってくれ。頼むから。いや、マジで言ってる、それさ、ポリン師匠、ちょっと待って、そんなことしたら、市長でいられなくなるよ。ねえ、ちょっと、ポリン。これ、無理だろう。どうやって勝てばいい、こっから。マジで、しんどすぎる。どうすりゃ、いや、吸い込まれた。ダメだ。もう、コインゼロになってるし。いや、ちょっともうさっきから実はめちゃめちゃひどいレース続いてんだよな。これ降りるか。降りて。もうマジで言ってるこれ。ダメだ。もう全然勝てね。さあ、続いてのコースはサンシャイン空港ですね。あ、同じやつ増えたんだけど。何こいつ。パクってきやがったな。
まあとりあえず前走っていきたいね。どうしようかな。ちょっとさっきからあまりにもね勝ててない。ちょっとお前なんなん、邪魔すんなマジで。図体でかすぎるんだよお前。なんでさっきからそれで続けてんの。本当に本当に分からない。それで1位取るまでやめないみたいなことしてんのかな。だったらもう早く1位取ってどっか行ってくれお前。もう本当に図体でかすぎんだよ。なんであれを使ってんだろうなマジで。無敵時間かな。まあとりあえずは俺も前走っていきたいところなんだけど、コインがねえな。ジャンプアクションしちゃったしミスったけど、まあ一旦インついて、ここ怖いね。ちょっとヨッシーに押されそうで怖かったけど、コインコインコイン、何かコイン、コインを1枚でも多く拾っといて、ここ真ん中いっちゃ、ちょっと待って、それ赤投げられそうで怖いから一旦ブレーキだけかけて、ジャンプアクションしない方が良かったか今。ちょっと後ろ見すぎたせいで全然壁にぶつかったんだけど、ここジャンプアクション決めて、あーコインだけとりあえず回収させて、コイン回収して、コイン回収して、とにかく、あーどうしようかねこれ。一旦まあアイテム1個使っちゃって、ここコイン出ないか、そこのインのコインも出ない。そしたらまあここのコイン2枚取って10枚にしていこうか。 OKOKOK で、ここどうする。もうこいつに近づくのはありだよな、このキノコ使って。いやまあでも一旦我慢して、あそこのインでコインじゃないキノコ使ってって、さらに裏のこのミドさんを見せつけていくっていうスタイルでどうですか。いや1個吸われたんだけど、あれ吸われるんだマジか。うーんどうしようかこれ。いやちょっと待って、キノコじゃない、イカスミきついなこれ。裏はいや攻撃的だなすごく。どうしよう。まあでもキノコそんな強くないからなこのコースな。落ちちゃったんであればもう全部交換しよう。でオッケー、キノコ引いたか。悪口言ったら来たね。まあでもこれも最後までこのままでいいんじゃないかなと思うんだけど、どう。いやー使うかさすがに。いや前にもキノコ持ちがいる時点でこのまま保持しても勝ち目はないから。いやあ割れた、オッケー。あーどうなるそれ。いやマジか、ここで使わされるか、嘘でしょ。ここキノコあったらワンチャンあったんだけどな。いや2位か、今キノコでショート化してたらあいつクラクションでぶっ飛ばせたしワンチャン1あったよな、悔しい。さあ続いてのコースはワリオスタジアムでございます。これでも2位スタートは割といいんじゃないか。前は突っ走っていきたいけど、この前の1位がどれぐらい強いかだよな。まあとりあえずこいつには食らいついていきたいけど、スタダミスったか俺。なんかミスった気がするな。ちょっとここのコインラグ余りとかしてくれない。オッケー、1枚でもラグ余りしてくれただけでありがたい。ここは一旦コイン取りながら SMT 出す、いや出さなくていいのかこれ。一旦ジャンプアクションを決めずに最後だけ決めて、ダブル割りながら、ここはあミスったね処理。まあいいや。ここで SMT じゃない、 UMT でもなく MT を出していって、ここケツつけて一旦このままほじっていく。いやーどうだろう、ここまあ使っちゃうか一旦ね。ここでドリフトしながら落ちてって、SMT 出しながらキノコ使ってショート化して OK で、 SMT グライダーしつつコインも取って OKOK、OK OK、いい感じじゃない。であとはちょっと一気に守りの体勢に入ろうか。 OKOK、OK OK、ここからは守りでいくよ。 OK で低空決めつつ、怖いねそれ、やめてほしいけど OKOK、OK OK、でコインもまた回収したいけどできてない。ちょっと待ってマジか。ここは SMT 待って、ここよいしょ。SMT 出てる？出てねえか。 MT か。まあまあまあしょうがない。これ前はどうなってる？結構逃げてるけど、トゲが来てくれた。でここでトゲが来てくれると避けれやすいから助かる。で一応赤投げとく。いや投げなくてよかったかなこれ。ドリフトの向きミスったけど、これどうしようか。まあこのままでいいんじゃないかなと思うんだけど、キノさんあればねこの距離だったら絶対に抜けるだろうから、まあ一旦ケツつけといて、盗まれ防止しつつこいつを最後のショート化で抜く準備だけ整えておくっていう形でいいかな。だからここも投げないでいいと思うんだよね。投げずに行って、ちょっと裏読まれそうで怖いけどな。ちょっとそこだけ心配。いやマジか、ちょっと待ってミスっちゃった。最悪。ちょっと待って、ここで赤とかが来たらやばいんだけど、トゲ来てくれた。それはマジで神、これは勝ったんじゃない。あいつが避けるものを何か持っていたら別だけど持ってないでしょう。ゲイ、そしたらマジで勝てるよ。集中していけ。こっからは何もでも何もしなければ勝ちです。オッケー。いや、もうトゲだけって感じもするけど。いやー、やっと1位取れた。さあ、続いてのコースはグラグラ火山。キャラクターは重量級ミーに変えてきましたというわけで、なんだこのミースーツ。気持ち悪すぎるだろ。
何これルパンと同じパンツ履いてる。うわ、ケツがなんかドゥルンってなるんだけど、ジャンプすると何これこれ使うなら普通にボスパックン使えよって話だもんな。とりあえずここショート化してって、なんか1位に出れたな。ダブル終わりながら、ここのコイン欲しいけど取れないね。まあしょうがない、諦めて。いや MT 玉の遅っ。ちょっと待って、ここのコインも欲しいね。 OK で、もうコイン使っちゃうのもありだよね。ここ一旦使うか。で OK だね。裏コインが出てくれるから次のシングルで防御が確定するっていう最高のパターンを作れたね。 OKOKOK いいね、いい感じじゃない。で後ろ何持ってた今、バナナっぽかったけど、まあ一旦無視でいいかな。これはとりあえず裏防御を確定させていき、どうしようかね。これ先に使ってダブル防御、いやもう一旦ここを使っちゃってダブル割って、できる限り、ダメか、これは防御しなきゃいけないさそうだね。 OK で防御しつつ、高速グライダーにしていって、なってるのかな。あ、なんかなってるっぽくない、結構早い気がする。でここダブル割った方が良さそうだよね、さすがにね。で後ろのヨッシーが結構食らいついてきてんだよな。そこが怖い部分ではあるけども、ボム置いちゃって、いやあいつ向こう行ってんのか。いやこいつ軽減したかったけどちょっと無理だったね。こうジャンプアクション出てくれ頼む。 OK 出てくれた、よし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 、まだある、まだ全然ワンチャンあるよ。そいつが裏に何持ってるか、 OK 何も持ってないね。 OKOKOK そしたらまだ全然ワンチャンある。こっからどうしていくか。あいつは本当に落ちてるのか、落ちてないね、楽だね。 OK 気をつけていけ。んーまずいかこれ、ちょっと待って、ミスりかけたけど OKOK なんとか持ちこたえて、ここは前投げするけど多分この赤はあいつには向かっていってくれないよね。ただいいぞ、いい感じにダブル防御じゃなくてダブル赤引けたけど、あーどうしよっかな、どこでとがめる、どこでとがめるべきなのかわからない、わからないけども、ここで一旦投げておくのは確かでしょう。絶対にここは間違ってはいない。でもう一個赤投げつつ、さらにもう一個赤投げて、あいつを潰し、俺は1位になる。待って、間に合い、本当にねえ、なんで、はあ、お前ぜ、ちょっと待ってよ、嘘でしょ、嘘じゃん、今勝ってたじゃんか。ねえ、これで俺は全キャラ1位達成だったんだよ。最後の最後でそんな負け方ある？嘘でしょ。言葉が出ん、ま、そんなことある？今完璧だったじゃん、立ち回り。裏にコイン仕込んどいて、次のシングルで防御確定させてとか、そっからのね赤に引いて、ここで赤1個使って、でもう赤ダブル防御でも赤2回打てばさ勝ちってさ、完璧だったじゃん。何あのサンダー、ふざけてる、ふざけてる、俺もうここで勝ちだったじゃん。今のもう全キャラ1位達成の瞬間だったじゃん。俺の成長が見えてたって、もう嘘だろ、もうもういい、切れた、マジでマジで切れた。もう絶対ここで1位取ってやるからな、ほんま本当にこいつら全員12位にして俺だけ1位取ってやる、マジでクソったれが。ちょっとここは一旦、ブレーキ踏みながらどうしようか。キノコ2個か。まあちょっと一旦下がって、コインだけ回収しよう。コインだけ回収して、コインが9枚にはなってる。オッケー。で、ダブル割りたいけど割れないか。ちょっとどうしようもないね。これ一旦降りちゃって。まあ、おいちょっとやめて。君たち怖いね、二人して。まあここのコインだけ回収して、あとは、奪回して、何その意味のわからねえ、怖いけど無敵時間長くてよかった
なんかすごい当てられ方したけど、一旦まあここでちょっとキノコ使っちゃって、オッケーオッケーオッケー、ここのキラーは全然強いよ。一旦ロンキに入れていこうか。で、アイテム割って、キノさんかスターか、オッケー、引いてくれたらベストだったけど、引いてくれた。ただこれどうしようか、ここで使っちゃうのなんか得策じゃないような気もするんだけど、ちょっとやらかしてるね。何をしてるんだい俺。ここまあ一旦ジャイロ解除して、どうしようこれ。でもこのキノコ2個もうほじっていきたいんだけどな、無理かな。ちょっとニスクできないわ、一旦。諦めつつ、ちょっと UMT 出して。いやーコイン取れねえか。真ん中行けばコイン取れたかもしれないけど、そこの緑怖いね。一旦ここインついて。怖いよ、緑マジで。危ねえ、左走っといてよかった。ここは一気にインついて。マジで脇、ワンチャンある、ワンチャンある。追いつけ、追いついていけ。なんだよ、このバナナ、マジで。ふざけてんじゃねえぞ、ほら、おい。ここ落ち着いていけ、マジで。落ち着いて、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 本当に。危ない、もう、なんなん、もう、やだ。もう、やだ。もう、無理だ。俺には無理だったのかもしれない。もう、もう、泣きたい。なんでこんなことになってるんだ本当に。何があったんだろう、わからない。キノキャに引いちゃうし。ちょっともうどうしような、これな、本当に。キノコ引いたか。もう崖越え決めるしかないんだよな、きっとな。ちょっと左行こうか。コイン欲しいし。コインを取るために左に行こう。ちょっと左ルートしばらく走ってなかったしな。ここもダブル割っちゃって、4枚になったか、一旦ね。ここで2枚取って、3枚取って、OKOKOK、いい感じじゃない？ここ、ちょっと怖いよ。OKOK。で、スター使っちゃって、で、ここ崖越えしていこう。ほい！届かないんだよね。俺、下手くそだから。もう、ダメだ。俺は下手だ。俺は弱い。いくら全キャラ1位を取ったって、俺は弱い。キンキノか、どうしような、これな。まあ、一旦ここでスター使っちゃって、コイン10枚にして、もう一個スターが出たか。このキンキノ。いや、今使うの絶対に悪手だったな。なんで今使ったんだろう。ここでアイテムとして割れるわけでもないのに。なんで今ここで使ったんだろうか、わからない。待て、これは待て、これは落ち着いていけ。SS 取れ、 SS、 オッケーオッケー、 SS 取って、アイテム割って、御堂筋さん、いや待って、やめて、外側行く、危なすぎる、怖い、待って、やめて、本当にやめて、危ねえ、ギリギリセーフ、オッケー、落ち着いていけ。いらねえこれマジで。どうしよう、なんでこんなにみんなクラクション持ってんだねえ、もうお父さんってありますか、もう、なんなの、これ。木の市、木の市、マジで決める。なんで逆半切ってんだよ、お前も。来たぞ。ここで来たぞ。モーモーカントリーが。マジで。もう、人生で一番集中するわ、ここ。ちょっと実況を放棄します。絶対に勝つ。もうもうカントリーで負けるわけにはいかないなあ。もう緑が怖かったんです。ちょっと待てよ、落ち着いていけ。まだ全然大丈夫、まだそんなに前には離されてないから。オッケーオッケー。でここで絶対にダブル終わりに行かなきゃいけなかったんだけど、まあでもコインは3枚ある。オッケーオッケー、まだいい、まだいい、まだいい。オッケーオッケー。でセンティ出して、このドイツの人のケツは絶対に吸っちゃいけない。なんでこっち来るの、ねえなんでこっち来るの。絶対に吸ったと思ったけど吸ってなかった。おっ、いいや。おつけ、まだ大丈夫だ、全然まだ大丈夫、こっからでも全然勝てる、いくぞ、集中していけ。ここでとりあえずキノコ3つ使って、ここマジ無敵引いてくれ。まあ実質無敵、もう実質無敵だこれは。とりあえず前に戻っていこう、前に戻っていかないと、ここは打開コースではないから。 OK、 いや、ジャンプアクションでなかった、なんだよ、落ち着いていけ。これ当たるね、当たるから両方当てていこう、両方当てるぐらいの勢いでいくけど、これ当たる絶対。 OK 潰していけ。で、あいつとの一騎打ちみたいなところはあるんだけど、なんかミスってるね、あいつ。 OK ミスってるよね、絶対ミスってる、ミスってる。 OKOK、 いけるいけるいける、
よし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 。で、ここ、赤とがめて、で、ここから何ができる？ボム持ってたっぽいけど、ここ絶対に。じゃなかったら、こう！絶対に当たる、これ。100% 当たる。このボムは当たるって。ねえ、俺の緑がボムに当たってるだけです。もうマジで勝てねえ。どうやったら勝てる？これ勝ち筋あるのか本当に。もう分かんなくなってきた。何が正しくて何が間違いか。いや、まあでも打開コースはいいんじゃないか。重量級は打開コース得意だからな。で、最重量級でしょ。なんか進むのも遅いし、大丈夫かこれ。まあ、とりあえずスタダはしていくけど、いや、スタダもミスった。なんで今のタイミング間違ってたかな。あー、まあとりあえずは、いや、アイテム割れねえか。お前だよ、お前にさっきはボコボコにされたんだよ。ねえ、やめて、本当に。ねえ、投げてくんのかい。どうしよっかな。まあでも、打開コースだから、落ち着いていこう。一旦ね、コインだけ回収しつつ、オッケー、真ん中のコイン取って、そこのコインも2枚取りたいよ。復活してくれた、オッケー、2枚取って、ダブル取って、で、さらに2枚取って、被弾コインも1枚取っていく、オッケー。で、インのコインも取って、今9位か。ここちょっと減速しつつ、どうしような、両方割りたいな。両方割っちゃって、悪くはないか。悪くないね、全然ね。あー、そこジャンプアクション決めたかったけど、しょうがない。まあ次のシングルで交換っていう形かな、1個だけ。ここのキノコだけちょっともらいつつ、マジで怖い。OK、OK、で、ここ使っちゃって、コインが7枚なのがちょっと気になるなっていうところではあるけども、UMT 出して、怖いマジで。ここ、いや、アイテム割らなくていいから真ん中でできるだけ最短ルート取ればよかったな。怖い、本当にやめて。まあさすがにここは使わざるを得ないけども、どうしようか。いやー、使わされちゃったな、今ので、完全に。ただ結構長く続いてくれた、このキラありがとうね。で、マジで悩むね、これどうしようか。いや、ちょっと待って、お前ミスってるね、オッケー。でも1位でこの金キノ持っててもしょうがないんだよな、マジで。どうしよう、これ。どこで使う？ここで使う？もうここで使うか。もう使っていこう。どんどん使って、前話してった方がいい気がするわ。いやー、でも間違いだったのかな、わかんねえ。どこが正解なのか、何が正解なのかわからない。でもさっきのレースでトゲ来てなかったし、今回もトゲ来ないみたいなさ、そういうパターンがあるかもしれないでしょ。ここはコイン使っちゃって。やばい、怖い。バナナやめて、マジで。トゲ譲る。間に合わねえか、間に合ってねえかこれ。間に合ってる、オッケー。危ねえ、ギリギリセーフ。オッケー。で、ここ、トゲ譲りながら前を走りつつ、あいつは飛べてんのか？グライダー前で一応食らったっぽいな。ならもっと飛んどけばよかった。ちょっと待って、これ俺最悪だな。一番良くない。いや、でもここのバナナじゃない、ここのボムは絶対に後ろ爆発させといて。いやー、ダメだ。これはダメだ。どんどん押していく未来が見える。お前らマジでやり合い。パックンに当たれ。本当に頼む。パックンに当たってくれ。俺が当たりそうです。もうダメだ、全然。勝てねえよ、もう。いや、もうマジでこれで終わらす。これで最後にする、本当に。ここで勝つわ。アイスビルディング以外にもね、パリとかあったから、パリ押したかったっていうか、パリ押してたんだけど、パリ選ばれなかったね。でもアイスビルディングも割と前コースだから、ちょっと待って、なんでこんなラグいんだよ、この部屋。マジで。いや、でも国際部屋だから、まあ仕方ないところはあるか。とりあえずここは MT 出して、OK。重量級でも出せるんだ。OK。で、ここ、ジャンプアクション2回決めて、ダブル割りつつ、ちょっと待って、一旦ジャンプアクション決めて、コイン取って、で、このケツ吸いたくないよ、本当に。おー、なんか1位出れた、オッケーオッケー。そしたらこっから、待って、なんでお前に抜かされるんだよ。おかしいだろ。お前、投げるからな、言っとくけど。なんで？なんか防御持ってたんだけど、お前持ってなかったじゃん、今。意味がわからない。どうなってんだ。とりあえずコイン。いやー、コイン取れなかったから、今、なんだ、お前。なんもんさ。おー、なんなんだよ、マジで。ま、パックンとかいらねえよ、お前。コイン食え。お前本当にもう走ってるやつのコインを奪うみたいな性能くれよ。パック、もう連打しすぎたし、お前なんなのこのミーの謎のパタパタ運動。今気づいたけど、これ何？MT 入れなかったし、ちょっと待って、やばいな、これ。こっから前戻れるか？ちょっとしんどいぞ、マジで。サンダー回避ぐらい絡めないと。またサンダーもあるかどうかわかんねえしな、てかない確率の方が高いからな、基本的には。ちょっと待って、こいつはさすがにちょっと怖いから、右に避けつつ、これ、バナナで消せる、オッケー。うまい。で、ここもどんどん使って戻っていこう。早めに前に戻る、マジで。早めに前に戻って、ダブルを割りながら、何が出るか。ねえ、もうやめて、本当に。なんでそんなに俺被弾する今日。
まあ重量級ミーはでかいからってのもあるだろうけどさ、ちょっと待って、マジでやめてくれ、マジでやめてくれ、マジでやめてくれ、こいつ怖い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 、マジで怖いすぎる。ちょっと待ってよ、落ち着け落ち着け、本当に落ち着け。いった、おお、そこ捨てるんだ。いやー、ダブル割れなかったのきついねー、マジで。いや、後ろから赤とか来たらマジで終わるなー、俺本当に人生の終わりだそれは。終わった人生終わったわ、もうこれダメだ、もう無理だ俺、ダメだ、勝てねえよ、もう勝ち方を教えてくれよ本当に。いや、もうここで1位取れても取れなくても最後にします、マジで。もうそしてここで1位取れなかったら次回の動画こいつ一体のために、全てを費やしたいと思います。勝つ、しかし勝つ、絶対に勝つ。いや、もう相変わらずこの部屋ラグいな、ちょっと帰ればよかった部屋、忘れてたけど、ちょっともう集中していけ、集中していこう本当に。オッケー、行く、絶対に勝つ。なんかスタダミスってない？ Wii のマリオカートやりすぎたかな。最近 Wii のマリオカートやってたからちょっとその弊害が出てるのかもしれないけど、ここ初的の引けるよね。 OK で SS もう一回もらいまして、SMP を襲うバキして、うーわ、こいつ赤持ってんのか、赤やめてほしいなーこいつ。ちょっとどうしようか、ここでショート化して抜いてもさ赤食らうよね多分ね。ちょっと待って、こいつに後ろ走らせとけば赤が食らわないで済むか。 OKOKOK、そしたらこっから、コインを2枚取りながら、真ん中のダブルを割りに行き、やめてくれ、押すの、押してくれたおかげで、でも SMT が溜まった。ダブル防御は引けたけど、正直ダブル防御俺は好きじゃないから、どんどん交換していこうかな。後ろはボムか、どこに投げるか、ちょっとちゃんと音を聞いておこう。音を聞いて、ボムがどこに投げられるかを判断していけ。ラインに置きつつ、ダブル割れなかったのがマジで痛いけど、あれのボム多分捨ててないと思うんだよな。マジか、今のジャンプアクション出ないか。ここもうワンチャンあいつに譲ってもいいんだけどね、もはや。どうしよっかな。まあ、でもとりあえず、いやー、来たか、譲ろう。譲ります。譲りまして、キノコは持ってるから多分あの人は受けてくれる。で、その先に、一旦、オーケー、うまい、うまい、うまい、今のいいんじゃない？オッケーオッケー、いいぞ、いいぞ、いいぞ。オッケーオッケー、マジで集中していけ。こっから勝ち、こっからを勝ちを取る。SMT 出しつつ、オッケー、あいつめっちゃ不幸に合ってる。で、ここは MT 貯めないとちょっとしんどかったんだけど、いや、まあ、コイン引き、速攻コイン引き。で、ダブル割る、ダブル割って、まだ全然あるよ、ワンチャン。とにかく、いや、でも、超詰まってるな。ここは、UMT 出しながら、超詰まってるからな。ここは、振ってジャンプアクション出せよ、マジで。どうするか、これ。いや、一旦ダブル割ろうか。ここダブル割って、なんかワンチャンいいの出てくんねえかなっていう、頼み。いや、なんか決まるの遅かったけど、親父何持ってる？いや、ちょっと、パックン、マジ、何も見えねえ。親父何持ってるかわかんねえ。親父が来るけど、ちょっと待って、ファイアボール持ってる、ファイアボール持ってる、後ろ投げてくれてる、マジ助かる、ありがとう、本当に後ろ投げてくれてありがとう、本当に後ろ投げてくれてありがとうと思ってる、マジでマジ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 、本当に本当に、早く決まって、早く決まって、おーい、マジでこれ使っちゃったんだけど、間違えて、どうしよう、どうしよう、どうしよう、おすけ、おすけ、ここで、置いとく、置いとく、置いとく、置いといて、置いといて、勝った、終わった、やっと勝てた、もう。あのグラグラ火山から地獄だったあのグラグラ火山の光景夢に見るわ絶対、一生忘れない。あれ、バナナが後ろから飛んできた後のサンダー、やばい、もう鮮明に覚えてる、死ぬ時の走馬灯で見る絶対に。全キャラ1位達成しました。長かったね。いつから始めたっけ、多分9月の途中ぐらいからかな。いや、でもそう考えると意外とそんなに長くはないのか、多分。全いつから始めたんだろう、全キャラ1位って。ちょっと調べてみよう。あ、2ヶ月前なんだね。へえ、2ヶ月前の9月13日に始めたらしいわ。だからまあ、2ヶ月ちょっとだね。2ヶ月と2週間ぐらいか。だってようやく、クリア。
まあね、その間に大体何レースやったのかな。まあマリオカートは1週間に3本投稿してるから、まあそれが3515だと換算して150レースぐらいしたのかな、おそらく。多分、あ、でも途中にあれがあるか、オンチャレとかがあるから、まあ100、まあちょうど150ぐらいかな、まあわかんないけど、多分ボツにした動画とかもあったり、動画というか、まあレースもあったりするから、まあざっくりで150レースぐらいで達成っていうことかな。いやー、長かった気がするけども、意外と思い返してみると短かったんだね。キャラ数を見てみようかマジでもう自分の身嫌いになりそう。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,4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 7,39,40,
ができたと。まあだから平均すると3レースに1回ぐらいは1位取ってるっていうことか。結構勝率高いね、そう思うと。150レースぐらいやってるってことでしょ。なるほどね、3レースでに1回ぐらいは1位取ってるんだ。結構勝てるねまあレートが上がってきたら多分そうもいかないんだろうけど、今のところは結構勝ててるんだね。まあそんなわけでね、今までやってきたこの全キャラ1位マリオカートなんですけども、無事完結となりました。まあ明後日以降はね、また普通通常通りのねマリオカートを投稿していこうと思うんでね、よかったらそっちも見ていただけたらなと思います。ではご視聴ありがとうございました。また次のマリオカートでお会いしましょう。さよなら。